じゃん、あるじゃん。あ、おい待って、タニポじゃない、これスプレマシンだ、これスプレマシンなんだけど、タニポじゃねえよ。夜は 1,2 時ぐらいまではヨーロッパしかない。タニポニシと東どっちが、あ、どうぞフレンド登録あの送ってください。こんにちは、フレンドなりたいです。あ、OK です、どんどんあのください。タニポニシと東、XBOX は東の方が高い、あの PS4 西の方が高い気がする、うん、なんかスプレマシー入っちゃったね。俺スプレマシーはできない。まあいいや、やろう、やってみよう。タニポないっぽいんでしょうがないですね。スプレマシーやろうか、じゃあ。うわー、なんか昼の薄明のホスってなんか矛盾してる気がするんだけど、なんで昼の薄明って意味わかんねえよ。最高。いやーってわかんない。とりあえずあそこ行きゃいいんでしょ。まあやりましょうよ、やろうぜ。よいしょ。うわー、ラグいんだけど。あーって強くねえか。あー、そっか、ヒーローいるんだよな。あ、やばい。ルークってずっと追いかけてきますよね。声が中学生っぽくない？中学生じゃないですよね、文字。いつも見させていただいています。沢一館にボーイフレンド申請されますか？されたら許可しますか？大学生っぽい。都会線卒業してる。BT29 らしいですよ。スモーキングさんにフレンド申請送ったけど、未だに帰ってきませんね。いきなり注目。なんでそんなにキルできるんですか？マイク入ってないのか？タニコじゃないと黙る。ハワイチさん、生で見れた。しこ。ちょっとね、待ってよ、コメントだいぶ来てますね。あ、ありがとうございます。あ、じゃあ待って待って、コメントの中見なくていいよ、もう。ちょっと、沢一さんの久しぶりです。いや、白面だってさ、あ、ウィキとか見てるとみんななんか白面のホスディスってるよね。それって多分ウォーカーアサルトとかスプレマシーのことだと俺思うんだよ。あ、でタニポの白面はね、どっちも楽しいんだよね、基本的に。まあやっぱり帝国有利だけど。すごいですね。あれ当たんね。あ、こんばんはです。こんちゃっす。夜に実況見れるなんて嬉しいです。あ、本当。これから多分夜実況できると思います。ちょっとね、ターニングポイントやって、ターニング部屋ないんですよ。俺もタニポめっちゃやりたい、正直。あのスプレマシーなんかね、なんかつってない。ボディーガード使うとマジで倒せん。あのスプレマシーは本当やろうと思ってなかったけど、なぜか部屋がスプレマシーだったっていうね。ちょっと白熱だね。スプレマシー、おー、やばい。俺ゼロ4くらい。待って待って、あ、うまいな。 VF1 くらい。俺さ、 PS4 でスプレマシーやの初めてかもしれない。こんばんは、こんちゃっす。ライアンさん、こんちゃっす。これで夜のタネと一緒に出たかもしれませんね。ついに俺もランカーのあのカオスな部屋に入れる日が、まあ日が来る、久しぶりにできると思います。
待て、あ、待て、バカバカバカ。わかんねえ。あって、待て、危ない。上にいんのかな。あのね、当たってんだけど死なねえんだよな。あの、まあ、距離の問題もあるけど、基本的に硬いじゃんみんな。間違えた、あ、バカバカバカ。いいんだよな、あれ無視でいいや。スポンタニコ以外の立ち回りわからない沢市さん。敵にボディーアーゴも強いと言わつく。あー、ちょっとローリング安定しない。オッケー。沢はじめさんの中でワトクロ最強は誰ですか。沢はじめさん、沢が勝ち取ったら中で、なんか誰が誰っていうとなんかあんま嫌だから、俺が一番強いってことでしょうか。やめよう、やめよう、そういうのやめよう、ほんとそれやめよう。いっぱい人見るってところでそういう、あの、自画自賛やめよう。よくないから。まあだけど、みんな上手いっすから。言っても。誰が一番とか、ないから、なんか。回線とかさ、気分的な問題で全然活躍できない時もあるから、誰がなんか、一番とかほんとない気がする。みんな上手い。って思った、ほんとに。なんだこいつ。そうなんすね、にやり。にやり。これ勝つんじゃね？あー、なんかわかんねえ、この辺。オッケー。あ、取ればいいの？あ、そうそう、CP 行かないとだった。OK。やったぜー、4位だ。サブアカ作ったら綺麗10位いけますよ。回線がラスボス。回線ラスボス。うわ、参加おめでとう。ロール。レンガーの名前初めて聞いたとき天がかよと思った。